はい、どうも遠藤です。さあ今日は、人生史上2回目のポケモンお台場乱獲にやってまいりました。ありがとうございます。はいはい、コイルです。コイルです。ビリリ玉、ビリリ玉とコイルすごい多いんだよね。パウワウですね、パウワウ。サンド、サンドが出た。おカブトじゃん。何気の初なんだよね、カブト。カモネギ出ましたね、レアですよ、レア。おお、捕まえよう。ラプラスがついに出たということで皆さん走っております。さあついに捕まえられるのか。さあ今私のポケモン GO を開いたところ、どうですか、来ました、ラプラス来た。確実に捕まえていきたいと思います。おー、ラプラスの旅。どうだ、いけー、頼む。よし、来たー、やったー、ラープラス来た、ついに。やばいね、これはやばすぎる。さあ、皆さん捕まえてます。いい夜ですね。おっしゃ、沢村来た。2匹目、ライチュウが出ました。ライチュウ持ってねえんだよな、最高。さあ今あのフジテレビの後ろの方なんですけれども、ラッキーです、ラッキーが来ました。うわー、マジじゃん。いけ、よっしゃー、来たー。やばすぎるな、今日神がかってるな、お台場今日やば。はい、というわけでですね、大体3時間ぐらい経ちましたので今日の収穫を発表したいと思います。今日はね、マジでやばいですよ今日。さあ見ていきましょう。ここからですね、まずガーディー捕まえてからスタートなの で、バババーとパウアウビリリ玉がいっぱい出て、まあ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 おなじみの感じですよね。ゼニーガミ、あ、そう、カブト、カブトやばいですね。初カブトゲットしましたよ。でカモネギね、カモネギも出て、あとは、まあ、緑のね、緑の出て、あ、ミニリュウも出た、ミニリュウも出て、ニャース、うわ、すげえ捕まえてんじゃん。そう、ラプラスですよ、これ、これ、最高すぎる、マジで。で、人影ガーディでしょ。で、パルシェも出ました。これもレアだよね。で、沢村ね、これ2匹目なんですよ、沢村もゲッツ。はいはい、バババーっと来て、ライチュウ、ライチュウもゲットで、レアコイルもそのまま出ましたね。ねえ、いいですね、プリンもそう。ラッキーですよ、なんといってもラッキー。うわ、相当捕まえてんじゃん今日、かなりすごいなこれ。ねえ、そうだ、サンド、ブーバーもいたな、そのブーバー、シェルダー。うわー、いっぱいだ、これ最高すぎたな今日は。お台場、あー、謎の草、ゼニガメ、はい、まあ、この辺で最後ですね。どうですか皆さん、これすごいでしょ、お台場、ね、いやー、よかった、念願のラッキーと、ラッキーと、なんといってもラープラス捕まえられたら相当でかいですね。いやー、これ何度でも見たくなるね、これね。やばいな、お台場。いやー、今回はもう大勝利ということでね、皆さんぜひお台場へみんな集まれ。バイバイ。